どうも岸崎です。今回ですけどもノノと 24AW ご紹介していきたいなと思います。いや今シーズンもまあノノとね、去年の秋冬からかな、秋冬そして SS そしてまた秋冬とさらに、昨シーズンを超えるラインナップになってます。まあ、すでにね結構完売してるアイテムなんかも多くてですね、お見逃しなくチェックしていただけたらなと思います。ということで早速いきましょう。はい、ということでまず一つ目がですねこちらノノットのヤクウールのニットパンツご紹介させてください。こちらはですね昨シーズンからの継続モデルとなっております。はい、なので一度ね見たことある方もね、いるのかなと思うんですけども、このニットパンツマジでおすすめです。はい、まず何がおすすめかというと、もう圧倒的に素材ですね。このねヤクールの滑らかで超もちもちしたこの素材感たまらないですよ。特にねニットパンツだとやっぱ肌に当たる部分も多くて、いやほんま本当にねこのままね寝たいって思えるぐらい肌当たり着心地最高のアイテムです。で色味もまたですねこの奥行きのあるトップグレーでヤクのナチュラルのね色味がある、はい、この絶妙のね色味、これまたですね冬のシーズンの、まあ、ウールのアイテムなんかともめちゃめちゃ相性が良くてですね、去年僕自身もかなり重宝させていただいたアイテムです。でニットパンツの良さ、まあ、結構ニットパンツって敬遠する方もいます。まあ、ただですね何でしょう、まあ、ニットってもう結構一般的なアイテムじゃないですか。でもニットパンツってまだまだね履いてる人が少ないので、結構やっぱりね他と差別化できるっていう点ではすごくねいいパンツです。かといってなんか意外と履くと何でもね収まるんで、特にこのパンツなんかはとりあえず履いてコーディネート組んでいく、最初のハードルは高いんですけども、まあ慣れてしまえば結構ねもう冬のシーズンニットパンツが何本も欲しくなると僕は思ってます。それぐらい僕はニットパンツが好きでニットパンツの普及をさせていただいてます。で中でも結構このアイテムっていうのは、まあ、価格的にも、まあ、ニットパンツでちょっと高くなりがちなんですよ。ただこのアイテムはまあ税別でアンダー5万以下というところもあって価格的にもね結構押せるアイテムです。で去年から少しだけ変わってます。ちょっと腰回りとレングスの長さが少しだけ長くなっております。まあでも大まかなね全体化のシルエットというのはほとんど一緒となってます。そして今シーズンはもう一色ございます。こちら、はい、先ほどがまあグレーのアイテムに対して、こちらがですね、まあ、ホワイト、まあ、全体で見るとかなりオフホワイトに近い色味感となってます。はい、ちょっとこうね霜降りのある感じですね。これまたね結構使いやすい色味です。まあ、個人的には新谷和子のこのねシャツとの合わせが好きです。まあ、ただ結構ねトップスに、ブラウンとか、まあ、それこそね冬に着れるちょっとアース系の色っていうのは、何でもねこの今回のこちらの色もね合うんじゃないかなと思ってます。でサイズなんですけども、どちらもフリーサイズで、まあ、ウエストはこのなんで腰紐もしくはまあベルトループがついてるんで、まあ、ベルトで調節していただくような感じとなってます。ただですね、まあ、染色の関係みたいなんですけどちょっとだけホワイトの方がサイズ小さめとなっております。同じフリーサイズではあるんですけどそこだけご注意いただけたらなと思います。まあ、どちらも着心地というのは同じとなってますんで、はい、去年グレー買った方はぜひホワイト、もしくはまあ今年ねホワイトから入るのも一つありかなと思ってます。はい、そしてですね今シーズンはこちらのねセットで着れる上のプロオーバーのニットも入れさせていただきました。はい、まあ、去年はねニットパンツをとにかく押したくてあのパンツのみの取り扱いにしたんですけども、まあ、去年ニットパンツ購入いただいた方はねぜひこの上もセットで着ていただけたらなと思っております。まあ、このねトップスのプロオーバーのニットも一見普通に見えるんですけども、やっぱ野々津さんちょっと違ってまして、少しパターンだったりディテールでデザインが入ってます。まずこのね肩周りですよね、はい、ちょっと特殊なパターンとなっております。この感じですかね、わかりますかね。まあ、なので着た時に腕周りなんかは少しこう体に馴染む立体的な腕周りになってます。そしてですね首周りはちょっとこのリブの部分にこのねちょっとスリットが入ってるんですよ。なので着た時に少しこうなんでしょう、こう肌が見えると言いますか、まあ、首元のアクセントになると。まだね
単純にこのリブのね緩みっていうのも軽減できるデザインとなってます。そしてあとは裾ですね。裾の部分にもこうやって感じでスリットが入っているので、まあ、ここの辺も少しだけねこうアクセントになります。でなんといってもねパンツとセットで着るともうそれこそねこれをパジャマにして寝たいぐらい着心地がいいので、冬のシーズンはセットで着て迫力のある、セットアップで着ていただいてもいいと思います。これに革靴みたいな合わせで、上からちょっと羽織コートとかね、はい、すごく、かっこいい合わせになってるんじゃないかなと思います。もちろんですねこちら単体使いも良くて、トップスなんかは個人的にはね、軍パンなんかとも相性がいい色味だと思うので、古着なんかと合わせて着ていただくのもおすすめかなと思っております。そしてですねこういった感じでこちらのホワイトの方も、上はあります、まあ、パンツと同じようにねこちらの方が少しだけ、コンパクトなサイズ感となっています、まあ、ただね、全然僕も着れるサイジングかなと思ってます。はい、そしてですね今シーズンは同じ原料を使ってこう編み地を変えたシリーズもリリースされてます。はい、こういった感じで、はい、このリブっぽくなってるね、表面化ですね使用したこちらタートルネックも入荷しております。ただですねこちらのタートルネックも少し変わってます。この首元見えますかね、ちょっとこうギザギザになってるんですよ、はい、この感じなかなか見ないじゃないですか、はい、単純にこう見ると何これってなるんですけども、いやこれがですね結構効いてくるんですよ。ちょうどね僕がホワイトの方を、こちらのアイテムも実は2色ありまして、ホワイトの方を僕が着てるんですけども、この首元ね、首元僕ね結構タートルネックって苦手なんですよ。そんなに首長くないですし頭大きいですし、なんかタートルネック着るとなんかね頭なんかこう首になんか頭が乗ってる感じがね出ちゃうなと思ってるんですけど、このねこのギザギザのデザインがなんかこう首のこう肌をちょうど見せてくれるんですよ。これがあるんでね、なんかタートルネックなんですけど、あのなんかタートルネックの顔が乗ってる感がなくて、こう首周りが綺麗に見えるっていう、うん、まあ小顔効果なんかもねあるんじゃないかなと、はい、そういったデザインです。かつですね、まあ、コートを羽織った時なんか、まあ、ここが少しだけこう尖ったようなデザインになるんで、まあ、それも一つなんかデザインのアクセントとしていいんじゃないかなと思っております。でサイズリングなんかに言うとどちらもねフリーサイズなんですけども、まあ、色によってのサイズ感の変化はあんまりなくて、先ほどのニットに比べるとこちらはですね結構ゆったりめ、なんか僕なんかが着ても袖も少したまりますし、ここもね少し長めになってて、今なんかはねちょっと折り返して着てはいたんですけど、まあえてこういったねあぜ編みのニットってちょっと細身のね体のラインが出るニットが多い中、あえてゆったりめに作って1枚で着れるようにデザインしてるみたいです。正直ねこちらのニットもめちゃめちゃ良くて、あっちで1色こっちで1色買うのもね全然ありなんじゃないかなと思っております。カラーリングそしてデザイン含めてなんかありそうでなかったノノットらしい少しこう大人っぽいデザインの落とし込みっていうのがどちらも出てる、パンツを含めてどの相手にもね取り込まれてるんじゃないかなと思います。ぜひね皆さんに一押ししたいニット3つです。ぜひ気になった方はねチェックしていただけたらなと思います。はい、そしてですねノノットのニットといえばもう一つこちらスーパー120原料ベースのインレイメルトンを使用したニットプローバーとなっております。ただですね先ほどまでのニットに比べてこちらはですねやっぱ縮汁が入ってる分張り腰があります。だ感覚で言うと、まあ、ちょっと高密度のロンティーとか密度の高いスウェットのような感覚で着用いただけるんじゃないかなと思います。ただですねこの生地の表情感ですよね、めちゃめちゃいいです。そして今シーズンはこのちょっと赤みの強い色味もね個人的には一押しです。めっちゃヒーローじゃないですか。なんかちょっとこう冬感もあるんですけど、なんか冬のカラーパレットの中でもちょっとこうこじゃれた感じのある色味なんじゃないかなと思います。
でこのアイテムも結構こうアースカラーとの相性は良くて、先ほどの、まあ、ホワイトベースのニットパンツなんかと合わせていただいてもかっこいいと思いますし、ブラックのノノットのウールのパンツだったり、この後入ってくるモールスキンなんかと合わせてもいいと思います。そしてこちらのアイテムもパターンがまた変わってまして、このねもうね肩回り本当にやっぱノノットならではのパターンになってます。後ろのなんか身幅とかのね概念もなんか合ってないような感じですね。でまあ着た感じのシルエットを見ると全体的にこうボックスシルエットで、このアームの太さなんかが出てこうリラックス感がある感じです。で首元はリブなんですけど、裾とこの袖口なんかは、まあ、リブなしでロンティー感覚で着用いただけるんじゃないかなと思ってます。で着丈がねやや短めなんで、まあ、インナーにそれこそ首元からこうコットンのタートルネックなんか出して、で裾もね出すと、なんかレイヤードとしても結構ね万能なサイジングになってます。そしてこちらはですね値段感もね39,000円消費税と結構手に取りやすい値段感となってますんで、ぜひ気になった方こちらもチェックしていただけたらなと思います。はい、そして最後はですね今シーズンもコートをご紹介させてください。いや昨シーズンのコートは結構スペシャルだったんですけども、今シーズンのコートもめちゃくちゃスペシャルなコートが入荷してきました。今回入荷してきたのがウールカシミアの素材を使用してリバー縫製で仕立てたオーバーコートとなっております。もちろん立体裁断を使用したですねノノットらしいパターンでの、はい、コートとなっております。いやーこんなコートね本当になかなか見ないと思います。まず素材はですねウールカシミアのめちゃくちゃ軽い素材を使用してます。まあ、持っててもね本当に軽いです。ただ着た時はねもっと軽い印象があります。でカラーがですねこの色味です。まあ、グレーですかね。これまたね昨年に引き続きいいところのカラーリングを攻めますよね。はい、まあ、皆さんね黒いコートはもうすでに一着持ってるよという方なんかにもおすすめの、はい、カラーリングです。そして仕立てはですね昨年に引き続きリバー縫製です。めちゃめちゃ手間暇かけて、はい、仕立てております。もちろん裏なんかはなくてですね本当に1枚の仕様となってるんで、本当着た時にですねなんかこうストールをまとってるようなこの雰囲気感なかなかないんじゃないかなと思います。そしてですねパターンはですねノノットの、まあ、オリジナルの今回新しく起こした立体裁断を使用したパターニングです。なんか生地と体との空間っていうのを意識してこうドレープ感っていうのを楽しんでいただけるパターンにしてるみたいで、またですね結構肩傾斜っていうのを幅広い方にね着ていただける設計にしてるんで、それこそですね、まあ、夫婦とかカップルで着ていただけるアイテムです。サイズ4番のみの取り扱いなんですけども、結構女性の方が着てもハマりますし、なんか僕なんかが着てもハマる本当に面白いパターンになってます。フロントのねボタンなんかはもちろん水牛のボタン使用してまして、まあトップボタンだけ見えて、はい、閉じると肥沃の仕様です。でポケットも、フロントに2つ両側に大きいポケットがついてます。で袖口にはですねこういった感じでアジャスター付きのフラップがあります。なので、まあ、開いてもいいですし閉じて、まあ、袖溜めてもいいかなっていうデザインとなっております。まあ、ノノットの杉原さんね、素材もパターンもかなりこだわる方なんですけども、まあ、その方が作る、まあ、今シーズン最高のコートなのかなと思います。ぜひ気になった方チャレンジしていただけたらと思います。後悔はさせない一着となっております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですねノノットのニットを中心にご紹介させていただきました。正直ノノットのニットは本当に何着も欲しくなるぐらいいい素材感 でそしてちょっとした、ね、デザインが効いてるアイテムだと思うので、ぜひこの機会にね今年の冬こそ皆さんに手に取っていただけたらなと思ってます。結構たくさん今シーズンいろいろニットやりましたけども、まあ、どれもねいいんですけども、中でも、まあ、トップクラスに一押しできるアイテムかなと思います。まあ、まだまだね暑いんですけども、まあ、少しずつやっぱりいいアイテムは動き始めてますんで、店頭およびウェブストアでチェックしていただけたらなと思います。ということで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。